トシ君はポケモンマスターを目指す上でリーグ優勝を真剣に目指していますが、今までのリーグ挑戦がどう見てもふざけてるので解説します。今までの挑戦してきたパーティーがこちら。ダイパとか XI は強そうだけど、それ以外はうんちみたいなパーティーを使ってます。ピカチュウは特別枠として除いても、いやなんで進化前のポケモンで挑んでんの。サトシ君のリーグ挑戦9回のうち7回も進化前のポケモンが入っているのとか、なめぶすぎる。ピカチュウが強いから他の進化前でも強いって勘違いしてるから。特に BW の頃のパーティーがえぐくて、6匹中5匹が進化前。唯一の最終進化ポケモンもケンホローとかいう微妙な鳥。サトシ君リーグ優勝諦めたと思ってたら、対戦相手も手持ち5匹しか連れてこないというさらに上を行くナメプではあると。しかも対戦相手が初心者でチャオブイになって、ピカチュウにスワンナ繰り出してきてるから、タイプ相性を理解しないまま挑戦してきたらしい。ちなみにサトシ君がなんと負けました。むちゃくちゃすぎる。この世紀の大敗を反省してなのか、次の XY では本気のパーティーを作って挑んでます。でもメガリザードン X 使いのアランに負けます。そのアランも最近のアニポケでダンデリナメプされて負けてました。この